はい、皆さんこんばんは。毛もない、歯もない、金もない、新米アルチューバーの川原浩二です。皆さんこんにちは。ついに今日ね、東京都で、コロナ、新型コロナウイルス534人でしたかね、感染されてしまいましたね。非常事態宣言ですね。給付金支給しないといけないですよね、政府さん。菅さん。今日はね、本当は私ちょっと仕様があって、終日用事があったんですけども、ちょっとキャンセルの連絡があってね。今日ね、キャンセルの電話があったんで、このワンコのね、散歩へ連れて行こうと思って玄関まで行ったポストにね、このようなね、私が住んでる東海市っていうところだけ限定でね、日本共産党さんのね、チラシっていうか、広告みたいなのが入ってたんでね。普段はいつもね、こんなもんこうゴミ箱へポンって、目も通さずにね、よこしょっと目も通さずにね、あれしてたんですけども、捨ててたんですけども、こういう私 YouTube 初めて、もう1ヶ月が過ぎようとしてきたんで、これなんかネタになるかなと思って見てたらね、議員さん2名東海市に、共産党の議員さん、市議会議員ですよ、国会議員さんじゃないですよ、市議会議員さんにね、2名おられましてね、とりあえず電話入れてみて、で、ちょっと相談事はあるんですけども、みたいな感じで電話して、事務所をお伺いさせていただいていいですかっていうことでね、連絡したら、どうぞどうぞっていうふうにね、気厚く返答いただいたんでね。で、まあ行って、実は何人も相談来られてると思うんですけども、実は、生活困窮しとると、お金ないんですよ、みたいな感じでね。で、できたら、共産党さんのね、お力をお借りしてですね、なんとか、政府の方にですね、給付金、出していただけないか、ちょっと上の方にね、相談していただいて、なんとかならんもんですかねっていうような感じでね、ご丁寧にお茶まで出していただいて、結構親身になってね、お話は聞いていただけました。あと、僕がね、お邪魔しました、お願いしますってドア閉めた後、中でベロ、ベーって出してるかもわかんないですけど、それはわからないですよ。ね、でも結構ね、紳士的に、お話聞いてくださってね、名刺もいただいてきましたしね、まあ最初には、別に共産党さんを支持してるもんでも否定してるもんでもないですっていう話は電話の段階でねしてたんですけど、それでも、いいですよ、来てくださいっていうことで、行ってきて、で、まあ、今にお話しした一連のお話をさせていただいてきました。で、あと、官邸ね、メール、重たいな、これ、ほんまに。よいしょ。官邸にね、メール、ほいと、山本太郎さんの事務所に、電話。電話じゃない、ごめんなさい、メール、いつもと私の日課なんですけども、こちらの方もきっちり、
任務を遂行させていただきました。ね。そういうことで、ね、私一人が、いくら官邸、いつもこれ僕言うんですけども、官邸メールとかってしてても、ね、まあ皆さんされてる方も多数いてると思うんですけどもね、一人でも多く皆さんのね、お金出してほしいんやっていうね、意見を官邸届けていただきたいと思います。またね、今日私の動画見ていただいてる K さんからねコメントいただきましてね、ね、まあ、あの動画付きのコメントやったんで動画拝見させていただいてね、はい、返信もさせていただいたんですけども、要は菅総理ね、麻生副大臣ね、大阪にね、西成のアイリン地区って言って日雇い労働者をね、その日その日でねバスで迎えに行って、はい、今日は5人、今日は8人っていう感じでね、募集して工事現場のね、土工ですよね、スコップツルハシ持ってする作業の人員をね、妊婦さんっていうのかな、うん、を募ってる場所がある動画を添えられてたんですけども、やっぱりね、麻生さんね、菅首相、そういうところも一回視察されたわら、いかがですかっていうね、コメントだったんで、私もそう思いますと、ね、思いました。官邸にもね、その旨ね、メール打たせていただきました。まあ、私の知る限り、最近友達にね、連絡して、あれしたら大阪の西成のあれももう妊婦も今募集少ないぞーっちゅうてね言うてましたけど、まあそれでも一応ね視察してほしい、そんだけ困ってる人間がいるんだっていうことを官邸メールしました。でもね、いつも言いますけど、私一人が官邸メールへ一生懸命訴えても仕方ないんですよね。まあ、多数の方がさ官邸メール送っていただいてると思うんですよ。困ってるんや、なんとかしてくれっていうのね。これ一日一回、皆さん、どうぞ協力してください。ご協力お願いしますね。皆さんの声が集まれば、必ず動いてくれると思います。思いますじゃダメですよね。動くように、動いてもらえるようにしていこうではないでしょうか。ね。思いますではダメですよね。給付金、年内が無理なら来年、ね。年内、困窮者な、年越せない困窮者には5万円でもいいですよ。けど、僕が求めてるのは、官邸へね、毎日送ってんのは、持続的、継続的な、ね、コロナが落ち着くまで、ね、持続的、継続的に給付金、これの支給をお願いしますっていう内容のメールを今日は、ね、アイリン地区の件と合わせて、送らせていただきました。皆さんもどうぞ1日1回で結構です。官邸へのメールね、よろしくお願いします。ご協力一つよろしくお願いします。今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 M さん見てくれてますかね。はい、頑張って10分間クソ重たい犬抱えて抱き抱えて配信させていただきました。最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。